こんばんは、猫じゃらし文芸部です。今夜はジョージ・オーウェルの動物農場についてお話をします。テーマを、すべての人間は平等である、だが一部の人間は他よりもっと平等であるとしました。すべての動物の平等を目指したはずが、いつか恐ろしい社会に変わり、ついにこの自由がなくなってしまう。オーウェルが描く全体主義を風刺した寓話、動物農場。人間の虐待から解放され、理想の動物農場を建設するはずが、そこで起こったことは個人崇拝、歴史改ざん、大量粛清、弾圧、そんな最悪の状態となる。私たちは理想が歪められ、恐怖政治にたどり着くまでの変遷を確認する。手遅れになる前に、自由を守る戦いを始めなければならない。それでは読み解いていきましょう。12の流れで物語を説明します。1、革命を解く理想の部分。メイナー農場の主、ジョーンズは動物たちを酷使しています。皆に尊敬されている豚で賢者のローメイジャーは集会を催し話します。集まった犬、豚、メンドリ、ハト、羊、牛、馬、ヤギ、ロバ、アヒル、猫を同志諸君と呼びかけ、我々の生活は惨めで老苦に満ちた短い生涯だと訴えます。これほど土壌は肥沃なのに、ギリギリの食事しか与えられず、役に立たなくなれば殺処分で、幸福や娯楽も知らず、自由はない。労働の産物は人間に搾取される。牛のミルクは人間の喉を潤し、鶏の卵は市場でお金に換えられ、馬の子供は売り飛ばされる。人間こそは我々の敵だ。人間がいなくなれば、飢餓や過重労働はなくなり、豊かで自由になれる。人類の転覆を図るのだ、反逆を、と説きます。それはプロレタリア革命、労働者による平等な社会の実現です。二本足で立つ者は全て敵だ、四本足で立つ者や翼を持つ者は友だ、と唱えます。そしてローメイジャーは、昨夜の夢で思い出した子豚の頃に流行った歌を歌います。それは動物の楽園、自由の賛歌、イギリスの獣たちという喜びの歌でした。3日後、ローメイジャーは死を迎えます。補足です。オーエルはこの寓話はロシア革命とスターリズム批判としています。マルクス・エンゲルスの共産党宣言の後、1917年にロシア革命は起こります。ジョーンズはロシア皇帝ニコライ2世で、手下は貴族であり、農場邸宅はクレムリン宮殿です。動物たちは労働者、そこに豚のメイジャー、レーニンがモデルがあるべき姿を説きます。それは平等の実現です。2、思想体系の発展、動物主義。ローメイジャーの意思を継ぎ、秘密裏に活動が行われます。知能の高い動物たちは反逆の準備を整え、他の動物をオルグします。傑出したのはスノーボールとナポレオンという若きオス豚でした。スノーボールは演説がうまく、創意工夫の才があるタイプ、ナポレオンは大柄のこわもてで口下手だが政治手腕があるタイプ。この2頭はやがて反目し合うことになります。そしてスクイーラーというスポークスマンがいます。甲高い声で説明して回り、白を黒だと丸め込むのがうまい豚です。この3匹はローメイジャーの教えを完全な思想体系に発展させます。その名は動物主義。そしてその原理を動物たちに説得します。しかし他の動物たちの愚かさややる気のなさに直面します。その内容はおおむね
以下の通り、ご主人と呼ぶジョーンズさんへの忠誠の義務がある。ジョーンズさんは餌をくれる。あの人がいなくなればみんな飢え死にする。俺たちの死んだ後に起こることをなんで今気にする必要があるのか。この反逆がいずれ必ず起こるなら、俺たちが努力しようがしまいが関係ない。反乱の後でも砂糖はもらえるのかしら。あと、たてがみにリボンをつけるのはそのまま認められるのかしら。なんとなくこれって私たちの身辺で聞くような意見ばかりですよね。いわゆるリーダーが不在の状態です。補足です。砂糖とリボンの発言は人間の愛玩動物になっているバカで綺麗な白いメス馬モリー、その他の動物の発言も盲信、従属、低関与、無関心など様々です。これは霊族関係、まさに家畜状態です。ちなみに死後には砂糖菓子山に行くと説くカラスのモーゼスはジョーンズの特別なペットで、集会では寝ていました。こちらはロシア正教会を比喩。さらに2頭の馬車馬がいます。身長180センチで凄まじい作業力を持つオス馬のボクサーと、落ち着いた風格で誰からも尊敬されるメス馬のクローバーです。そして豚と同じくらい知能が高く働き者のボクサーを崇拝するロバのベンジャミンもいます。3. 決起と動物農場の誕生。反乱は簡単に実現します。お金に窮し、叫びたりのジョーンズ、従業員も怠け者で不正直、畑は雑草まみれで動物への餌も滞りがちでした。動物たちはとうとう我慢できずに穀物置き場の餌を勝手に食べ始めます。ジョーンズと使用人4人は鞭を手に倉庫にやってきます。動物たちは一斉に人間に飛びかかり、5人は逃げ出します。ジョーンズ夫人も後を追い、カラスのモーゼスもついていきます。反乱は成功し、ジョーンズは追放され、メイナー農場は動物たちのものとなります。動物たちを縛る道具は焼き払われ、ナポレオンは皆にトウモロコシをいつもの2倍提供し、犬にはビスケットを2枚あげました。一同はイギリスの獣たちを7回歌い、深い眠りにつくのでした。そして夜明けに目を覚まし、放牧場の小さな丘に登り、見渡す限りの全てが自分たちのものだと歓喜に満ちます。農場の建物に入り、豪勢さを畏怖の念で見上げ、博物館として保存することが全員一致で可決します。そしていかなる動物もここに住んではいけないと合意したのです。スノーボールはメイナー農場という作を動物農場と書き換えました。補足です。それは労働者と資本家との階級闘争です。暴力によって革命は成功します。メイナー農場の動物たちは平等を求め立ち上がりました。戦いによって資本家ジョーンズを追い出し、人間を排除した動物農場を打ち立てます。史実でもクレムリン宮殿はその後博物館となりました。 4. 動物主義の原理。7回メジャーの教えを動物主義の7つの戒律にします。それは変更不可能な法で、動物たちは戒律に従って生きていかなければなりません。 1. 2本足で立つものは全て敵。 2. 4本足で立つか翼があるものは友。3. 全ての動物は服を着てはいけない。 4. 全ての動物はベッドで寝てはいけない。 5. 全ての動物は酒を飲んではいけない。 6. 全ての動物は他のどんな動物も殺してはいけない。 7. 全ての動物は平等である。こうして人間を敵視し、慣習を真似たり悪徳を採用してはならないと強調します。ここで気になる出来事が起こります。チブサが張り裂けそうだったメス牛の乳を豚が採乳し、美味しそうなミルクが得られますが、その活用法を強引にナポレオンが取り仕切ります。やがて動物たちが干し草の収穫作業から戻ると、ミルクは消えていました。補足です。オーウェルは
してきています。このミルクの行方に動物たちはもっと関心を持ち問いただすべきでした。ここから独裁は始まったのです。これが後のナポレオンの狡猾、冷酷、排除、粛清の発端となります。しかしそこには言語だけではなく問題を提起する表現力が欠けていました。さらに前提として平等の意味をきちんと理解しておく必要があるのです。5、理解の格差と指導者の出現。そして命令する人々と従う人々とが明確に区別されます。豚たちは実際には働かず他の動物たちを監視し指示します。知識を持つ彼らが指導的な立場につくのは自然なことでした。動物たちは全員干し草干しと刈り入れに従事し、自分たちの生産した食べ物に心底嬉しい喜びを感じます。働き者のボクサーはわしがもっと働くがモットーです。皆は自分の能力に応じて働きました。日曜には仕事はなく朝食後に旗を掲揚します。旗は緑のテーブルクロスに白で蹄と角を描きました。旗の緑はイギリスの緑の畑を、蹄と角は人類の打倒を示します。掲揚後は総会が開かれ、仕事が計画され、決議案が提出され議論されます。スノーボールとナポレオンが議論で活躍しますが、意見が一致しません。豚たちは必要な技能を本から学びます。スノーボールは他の動物たちを組織して動物委員会を作ります。メンドリは卵生産委員会、牛たちは精錬尻尾同盟、さらには野生同士再教育委員会、羊の羊毛純白化運動。このプロジェクトはどれも失敗でしたが、読み書きはある程度はできるようになりました。しかし動物によって理解度はバラバラでした。豚は完璧に読み書きできます。犬たちは七回以外読む気がありません。ヤギは犬よりは少しうまく、ロバのベンジャミンは豚に負けないくらい読めましたが、その能力を使えません。クローバーやボクサーはイロハ程度、他の動物はイより先は読めません。つまり均質な理解力がないのです。スノーボールは七回を一つの格言に還元します。それは四本足は良い、二本足は悪い。羊たちはこの言葉を気に入り、何時間もめいめいと言葉を泣き叫びます。ナポレオンは動物委員会に興味を示さず、生まれた元気な子犬9匹を母犬から引き離し、馬具室の屋根裏に完全に隔離し教育します。あのミルクの行方ですが、豚たちの餌に混ぜられていました。風で落ちたリンゴも豚に利用するとの命令が出されました。その理由をスクイーラーが他の動物たちに説明して回ります。同志諸君、我々豚が利己性と特権の精神で行っていると思っていないことを願っていますぞ。ミルクとリンゴは豚の構成に必要な物質を含み、豚は頭脳労働者で、この農場管理と組織は豚の頭脳にかかっています。我々豚が失敗したら何が起こるか分かっていますか。ジョーンズが戻ってくるんですぞ。このジョーンズが戻ってくるというフレーズは、人間の圧政下に逆戻りする恐怖を刷り込むことに有効です。こうしてミルクとリンゴは豚たちの専用となりました。補足です。特権階級の誕生です。背景には知識の格差があります。頭脳という武器を持つ豚と言葉を理解できない他の動物との差です。教育は社会の大きな土台であることを痛感させられます。この段階で官僚機構が生まれ、階層が生まれます。同時に覇権争いが始まります。モデルはスノーボールが、インテリで演説もうまいレフ・トロツキーです。自ら赤軍の先頭に立ち戦いを率い、軍事手腕も外交手腕も見事でした。それに対してナポレオンはヨシフ・スターリン、理論的にも
経済政策的にも垢抜けないが、恫喝と暴力と権謀術数に長けています。スクイーラーはスターリンの片腕で外交を担当するモロトフがモデルです。6、ジョーンズの農場奪回の失敗。動物農場の事件は周囲に伝わります。毎日鳩の群れが放たれ、近くの農場の動物たちに反乱の物語を語り、イギリスの獣たちの歌を教えます。隣接する2つの農場があり、昔からいがみ合い、両者は毛嫌いし合っていました。片方はフォックスウッド農場で、所有者はピルキントンというのんきな紳士農夫で、ほとんどの時間は釣りや狩りをしていました。もう一方はピンチフィールド農場で、所有者はフレデリックという抜け目のない人物で、いつも訴訟ばかり、強気の交渉で有名でした。二人は動物農場を警戒していました。その後、ジョーンズは農場の奪回にフォックスウッドとピンチフィールドの人々を伴ってやってきますが、いち早く察知したスノーボールがカエサルの戦機を学び、防戦します。35羽の鳩が空から排泄し、茂みから牙城がふくらはぎを猛然とつつき、スノーボールを先頭にミュリエル、ベンジャミン、羊たちが突進します。さらに撤退を装い招き寄せ、馬3頭、牛3頭、残りの豚たちが背後から現れ、退路を断ちます。ジョーンズは銃をぶっ放し、スノーボールは背中を流血しますが、100キロ近い体重をジョーンズの足に叩きつけます。ボクサーは巨大な蹄鉄の蹄を打ち出します。人間たちは角で疲れ、蹴られ、噛みつかれ、踏みつけられました。この戦いは牛小屋の戦いと名付けられます。補足です。動物農場の伝播活動が近隣に行われます。それは革命運動の広がりを意味します。この主体は歴史的にはスノーボール、トロツキーです。世界革命を目論んでいます。フォックスウッド農場のピルキントンは大英帝国とチャーチルがモデルで、ピンチフィールド農場のフレデリックはナチスドイツとヒトラーとなります。貧富の差による労働運動は当時のヨーロッパに広がっており、社会主義運動の旋風が各地で吹き荒れます。7、個人独裁の誕生と体制の確立。スノーボールとナポレオンのいがみ合いが頂点に達します。会合では見事な演説のスノーボールが勝りますが、ナポレオンは根回し上手です。特に羊たちを味方につけ、メーメーとスノーボールの演説を邪魔します。そして風車をめぐって二人の対立は決定的になります。スノーボールは風車で電力を供給し、豊かな暮らしを提案します。明かりがつき、冬の暖房も入り、機械も動かせて便利で、楽になると言い、皆驚愕します。ナポレオンはこれに反対です。真っ二つに分かれました。スノーボールは1年で実現できると主張します。そうすれば週3日の労働で済むと断言します。ナポレオンは食料生産を増やすことが優先と反対します。防衛についても意見が分かれます。片方は自衛の強化であり、もう片方は反乱の拡張です。評決にかけられます。風車で厳しい労働がなくなる未来を描いたスノーボールが圧倒的な支持を得ます。ところがナポレオンが立ち上がると、獰猛な犬が納屋に突入します。スノーボールは戸口から逃げ出し、二度と姿を見せませんでした。犬たちはナポレオンに育てられ、巨大になり、狼のように恐ろしげです。ナポレオンはこれから日曜朝の会合は終わりだと宣言します。すべての問題は豚の特別委員会が解決し、自分がその議長になると言います。この委員会は非公開です。動物たちは日曜朝に旗に敬礼し、イギリスの獣たちを歌い、その州の指令を受けることになりました。抗議をしたかった動物も何匹かいましたが、やり方が分かりません。若き豚たちの一部は雄弁でしたが、
ナポレオンの犬たちの脅すようなうなり声に押し黙って座りました。それから羊たちが、四本足は良い、二本足は悪いを大声でめいめいとわめきます。その後スクイーラーが皆に説明します。その内容は、ナポレオンのリーダーシップでスノーボールの言う追加労働を阻止することができた。何よりも忠誠と服従が重要、規律が重視されるべきだというものでした。でなければジョーンズがまた襲いかかった時に負けてしまうと言います。これには反応できず、ボクサーは、どうしナポレオンがそう言うなら正しいに違いないと言い、モットーのわしがもっと働くに加え、ナポレオンは常に正しいという格言を加えます。そうしてローメイジャーの頭蓋骨が飾られ、旗の掲揚後頭蓋骨の前を通って納屋に入るよう求められました。補足です。ナポレオンはスノーボールを政敵として追放します。その方法は、子飼いの凶暴な犬に囚人の前で襲わせます。この犬は秘密警察がモデルです。そしてローメイジャーを革命の父として祭り上げ、意思を継ぐのは自分という正当性を作ります。さらに自らが議長となる行政機関を作り、決定事項は事後の報告の形をとります。これでナポレオンの個人独裁と執行体制が出来上がりました。8. 人間世界の交流と七階の改ざん。スノーボールの追放後、ナポレオンはなんと風車の建設を宣言します。スクイーラーは、風車建設を提案したのはナポレオンであり、スノーボールはその計画を盗んだと言います。そして建設に反対してみせたのは、スノーボールを始末するための戦術だったと説明します。動物たちは戦術の意味が分からず、スクイーラーの説明が巧みなことと、犬が恐ろしく説明を受け入れます。風車建設は重労働で、皆は奴隷のように働きます。春と夏の間は週60時間働き、8月はさらに過酷になり、食料配給は半分になりました。農場では生産できないものや風車用の機械も必要でした。ナポレオンは新しい方針を発表します。近隣の農場との取引です。そこで干し草の山と小麦の収穫の一部が売却されます。さらに卵の販売も予定されました。動物たちは、人間とは付き合わない、取引はしない、お金を使わないことを覚えていました。若き豚4匹が抗議しますが、犬たちの凄まじいうなり声に黙らせられ、羊たちの四本足は良い、二本足は悪いの叫びでごまかされました。法務弁護士のウィンパーが動物農場と外部世界との仲介役となります。スクイーラーは、取引やお金を使うのを禁じる決議などもともとなかったと言います。それはスノーボールが広めた嘘だとしました。やがて近隣の人間たちも、メイナー農場ではなく動物農場と呼び、ジョーンズは別の地へ引っ越しました。ナポレオンがピルキントンかフレデリックのどちらかと事業契約を交わすとの噂が絶えません。この頃、豚たちは農場邸宅に引っ越します。頭脳労働の豚には静かな作業場が必要ということで、ここは指導者と呼ばれるようになっていたナポレオンの尊厳にふさわしいということになります。豚たちは台所で食事をとり、居間を娯楽室として使います。さすがにベッドで寝ていると聞き、不穏に感じたクローバーが七階を確認してもらうと、すべての動物はシーツのあるベッドで寝てはいけないとあります。すかさずスクイーラーが説明します。ベッドとは単なる寝る場所の意味で、小屋の藁の山だってベッドだ。規則はシーツを禁止するものだ。シーツは人間の発明だから、我々はシーツを取り除き毛布の間で寝ている。頭脳労働の我々にはそれでも水準以上には快適ではない。我々が任務を果たすのに疲れすぎては、
またジョーンズが戻ってくるようになる。もうそれ以上話は出なくなりました。そしてさらに豚たちは他の動物たちよりも1時間遅く起きると宣言されます。それでも秋になり、半分ほどできた風車は全てを補ってくれました。ところが11月の南西風の猛威で大破します。ナポレオンは風車を破壊した敵はスノーボールだと声を張り上げ、スノーボールに死刑を宣言します。補足です。豚たちはついに七回を改ざんします。奇弁を露してベッドで寝ます。豚たちとそれ以外という特権が決定づけられます。さらに風車作りを始め、食料の配給を減らし、重労働を強いります。天災で風車を失うとスノーボールのせいにします。動物たちの困惑や絶望をスノーボールへの憎悪に転換させ、風車の再建という結束に変えます。9、豊かさの偽装と仮想的の設定。幻灯の中、風車の再建が始まります。スクイーラーの演説よりもボクサーの強さと、わしがもっと働くという叫びだけに力づけられます。1月には食べ物が不足し、配給が大幅に減らされ、飢餓は避けられない状態になりました。ナポレオンは外部世界に食料事情を知られるのを危惧して、動物たちの満足げな姿や貯蔵庫に食料があふれる状況を演出し、ウィンパーを信じ込ませて食料不足を否定する報告を続けさせます。それでもやがて追加の穀物を調達するしかなくなります。スクイーラーは産卵期に入ったメンドリたちの卵400個で穀物と粗挽き粉に変えようとします。メンドリは絶叫して抗議します。ジョンズ追放以来の内乱が起こります。ナポレオンは即座に餌の配給を止めます。5日にわたりメンドリは抵抗し、9羽が死にました。この件は表に知らされず、卵はきちんと出荷されました。初春に恐ろしいことがわかります。スノーボールが野営に乗じて農場に忍び込み、いろいろな悪事を働いていると報じられます。穀物を盗み、ミルクの桶をひっくり返し、卵を割り、苗毒を踏み荒らし、果樹の皮を食い荒らします。何か良くないことが起こったら、それはすべてスノーボールのせいになりました。さらにスクイーラーがスノーボールはピンチフィールド農場のフレデリックに身売りをしたと言い、我々を攻撃して農場を奪おうとしていると説明します。最後まで異を唱えていたボクサーに、スクイーラーは同志ナポレオンがそう言っておられると強調し、どす黒い憎悪の視線を向けます。補足です。食料不足の中で嘘の豊かさの偽装が始まります。そして動物たちの生産物を収奪し始めます。さらに風車の大破や不都合な出来事は全てスノーボールの仕業となります。このことで動物たちの怒りの矛先を変えさせ、さらに重労働を強いります。こうしてナポレオンの冷酷さを増した弾圧が拡大していきます。10、大粛清による恐怖政治。4日後、動物たちは庭に集まるように命じられます。ナポレオンには9匹の巨大な犬がはべります。豚4匹を捕まえ、苦痛と恐怖にわめき立てる豚たちをナポレオンの足元へと連れ出します。4匹はスノーボール追放以来彼と接触しており、風車の破壊も共謀し、動物農場をフレデリックに渡す約束を取り交わしたと告白します。犬たちは即座にその喉を食い破ります。次に卵をめぐる反乱未遂で、メンドリ3匹がスノーボールが夢に出てそそのかした証言します。彼らも虐殺されました。それからガチョウがトウモロコシを飲食し夜中に食べたことや、羊が水飲み池に小便をしたと告白し、スノーボールにそそのかされたといいます。告白話と処刑が続き、ナポレオンの足元には死体が山ほど積み上がり、血の匂いが立ち込めました。動物が他の動物を殺したことはこれまでありませんでした。クローバーは丘の上から田園を見渡し、涙が溢れます。人類打倒の活動を始めた時に、みんなが目指していたものはこんなものではなかった。
皆が願ったのは、動物たちが飢餓と無知から解放され、平等で能力に応じて働き、強い者が弱い者を守る社会でした。代わりに訪れたのは、思ったことを口に出せず、うなる恐ろしい犬たちが監視し、同志たちが八つ裂きにされるのを見せられる時代でした。でも、クローバーはそれを表現する言葉を持ちません。彼女はイギリスの獣たちを歌い始め、他の動物たちも唱和しました。すると、スクイーラーが犬を2匹従いやってきます。そして、イギリスの獣たちは廃止と宣言します。どうしてですか?との叫びに、スクイーラーは裏切り者たちの処刑で反乱は完成した。外部の敵も内部の敵も打倒されたから、と言います。抗議をしようとすると、羊たちが、四本足は良い、二本足は悪い、と、めいめいわめき始めました。補足です。大粛清は、陰惨で残酷を極めます。すべてをスノーボールのせいにして、証言を捏造し、動物たちの面前で、次々に公開処刑が行われます。こうして、異を唱える者はすべて排除され、霊獣するしかない恐怖政治が完成されていきます。見せ物裁判では反革命的な陰謀を告白させ、それがトロツキーの企みによるものだと告白させ、処刑するという実際の歴史上でもスターリンの権力掌握のための大粛清が行われています。11、独裁政治の完成と外交。数日後、処刑の恐怖が収まると動物たちは戒律の6番目を確認します。すべての動物は他のどんな動物も殺してはいけない。しかしそこには、すべての動物は他のどんな動物も理由なしに殺してはいけないとなっていました。動物たちは風車を再建します。反乱以前の状態の記憶もはっきり思い出せません。ナポレオンは農場邸宅の中でも他の豚とは別の特別な暮らしをしているようです。食事も休止され、豪華な食器を使い、誕生日には祝砲までなります。我らが指導者、同志、ナポレオンと呼ばれ、スクイーラーは演説で、ナポレオンの英知や心の善良さ、深い愛情について語ります。ナポレオンは木材の山をピルキントンに売るように手配し、友好関係を結びます。一方のフレデリックは、動物農場を攻撃し、風車を破壊しようと企んでおり、スノーボールがピンチフィールド農場に潜伏しているのが分かりました。かつての人間どもに死をのスローガンはフレデリックに死をに変わります。秋になると風車が完成します。これはナポレオン風車と命名されました。2日後、ナポレオンが木材の山をフレデリックに売却したと発表したので、一同はポカーンとしてしまいました。スローガンはフレデリックに死をからピルキントンに死をに変えるよう命じられます。ナポレオンは木材の代金を本物の紙幣で行いますが、3日後、紙幣は偽物であることが判明します。翌朝、フレデリックとその手下たちがやってきます。人間は15人いて10もあります。ピルキントンに助けを求めた鳩からは、いい君だとの返事でした。フレデリックとその手下たちは風車を爆破します。耳をつんざく轟音とともに風車は影も形もなくなりました。これを見て動物たちは一丸となって突進し敵に向かいます。人間との戦いで牛1頭、羊3匹、ガチョウ2羽が殺され、ほとんど全員が手傷を負いました。人間も3人はボクサーのひづめで頭を割られ、1人は牛の角で腹をえぐられ、人間たちはパニックに襲われました。フレデリックと手下は命からがら逃げ出しました。勝ちはしましたが、皆疲れ血を流しています。この戦いは風車の戦いと名付けられました。その数日後、豚たちは農場邸宅の物置からウイスキーを見つけ飲みます。そして、すべての動物は酒を飲んではいけないは、すべての動物は酒を過剰に飲んではいけないになっていました。勝利の祝宴が終わった翌日から風車の再建は始まりました。暮らしはきついのに、スクイーラーはみんなの食料は不足していないと言い、削減とは言わず
再調整というのです。メス豚4匹に出産された31匹の子豚はナポレオン自らの教育を受けることになりました。その年は農場はそこそこ繁栄しましたが、それでもお金が足りません。そこで干し草の山とジャガイモの収穫の一部が売却され、卵の契約は週600個に増やされました。鶏は頭数を維持するだけのひなさえ返せず、餌の配給はさらに厳じられ、油を節約するためにランプも禁止されました。豚たちはむしろ太っています。大麦は豚たちの専用になると発表され、毎日1パインのビールが支給されました。ナポレオンはハンガランを高価な器で飲んでいました。4月には動物農場は共和国と宣言され、全員一致でナポレオンが大統領に選出されます。ボクサーはついに過労で倒れてしまいます。町の病院で手当てを受ける手はずとのことで、2日後彼を連れ去る馬車がやってきました。ベンジャミンが興奮して叫びます。馬車には馬肉処理及び荷皮製造業と書いてありました。3日後ボクサーは治療の甲斐なく死んだことが発表されます。スクイーラーは臨終に立ち会ったといいます。ボクサーは風車の完成前に死ぬのが悲しいと言ったと報告し、同志たちを前進だ、反乱の名において前進せよ、動物農場よ永遠なれ、同志ナポレオンよ永遠なれ、ナポレオンは常に正しい、これがボクサーの今はの際の言葉だったと告げます。そして馬肉処理ではないのかという話に対して、獣医が車を買い取り名前が元のまま変わっていなかったと説明します。ナポレオンは月桂樹で大きな輪を作り、ボクサーの墓に添えるように命じます。演説の終わりにボクサーのモットー、私がもっと働くと、同志ナポレオンは正しいを披露し、すべての動物が模範にするべきだと述べました。宴会の日に馬車が来て大きな木箱が配達されました。新たにウイスキーを箱買いするだけのお金を調達してきたという話が出回りました。補足です。ナポレオンを崇拝した働き者のボクサーも、利用価値がなくなれば馬肉処理され、そのお金でウイスキーが購入され、豚たちの嗜好に供されます。人間の襲来を食い止めた後、もう動物たちは七回を意識することもできないほどに疲れ果て、恐怖で洗脳されています。そしてナポレオンの神格化が徹底的に進められ、全体主義と個人独裁が盤石になっていきます。12、豚と人間の区別がなくなる。反乱以前の昔を覚えている動物は、馬のクローバー、ロバのベンジャミン、ガラスのモーゼス、数匹の豚だけになりました。ナポレオンは体重150キロにもなっています。風車は結局発電には使われず、脱穀の製粉に使われ、多額の金銭利潤をもたらしました。スノーボールがかつて動物たちにつけた豪華な暮らしや週3の暮らしの話はもう出ません。農場は豊かになったのに、動物たちは一向に豊かになりません。豚たちは毎日凄まじい労力をかけて、ファイルとか報告とか議事録とか覚書を作り、終わるとすぐ暖炉で燃やします。豚や犬は何も食料を生産しないのに食欲は旺盛です。他の動物たちは腹を空かせ、藁の上で眠り、池の水を飲み、畑で働き、冬は寒さに、夏はハエに苦しみました。それでもスクイーラーの数字の上では食料生産はどんどん改善しているのです。ベンジャミンは空腹、老苦、幻滅こそは生の普遍の法則だと言います。それでも動物たちは動物農場の一員である栄誉と特権の感覚を一瞬たりとも失うことはありませんでした。ここはイギリス全体で動物が所有し運営する唯一の農場なのです。動物たちの心は不滅のプライドで満ち溢れ、常に英雄的な日々、ジョーンズの追放、七回の奇想、人間を撃破した偉大な戦いへと向かうのでした。ある晩、クローバーや他の動物たちは豚のスクイーラーが二本足で立ち、中庭を横切って歩いているのを目にします。その一瞬後、豚たちが長い行列を二本足で行っています。
ナポレオンが姿を現します。堂々と体を起こし、左右に傲慢な視線を投げかけ、犬たちが周りを飛び跳ねます。前足には鞭を持っています。そして羊たちは大音量で、めいめいと、四本足は良い、二本足はもっと良い、と叫び始めます。クローバーはベンジャミンに壁の文字を確認します。すべての動物は平等である。だが、一部の動物は他の動物よりもっと平等である。となっていました。一週間後、使節団が視察ツアーに招かれます。大いに感心し、風車には特に関心が示されました。農場邸宅からは笑い声と歌声が聞こえます。動物と人間とが平等な立場で会合をしています。一同はトランプをしています。どうやら乾杯をするようです。フォックスウッド農場のピルキントンがジョッキを片手に立ち上がります。長い不信と誤解の時代が終わったことは満足である。と言い、あらゆる場所の手本となるべき規律と秩序がある。と言います。自分たちの農場でも導入したい多くの特徴があると持ち上げ、最後にジョークを言う。皆さんも下位の動物たちを相手に辛抱しなきゃいかんでしょうが、こちらにもこちらなりの仮想階級がおりますからな。このセリフでテーブルは爆笑に包まれます。ナポレオンも短い演説をします。この農場は共同組合的な事業体で、不動産の権利書は豚たちの共同経営となっていること。さらに同種と呼ぶ風習をやめさせ、オス豚の頭蓋骨の前を更新させる風習をやめさせる。旗竿にはかつての白いひづめと角の絵は消され、単なる緑の旗となっている。そして動物農場を廃し、これからはメイナー農場と呼ばれる。と言い、メイナー農場の繁栄に乾杯。そしてトランプの勝負が再開されます。しばらくすると農場邸宅から怒号が聞こえます。凄まじい口論で怒鳴り声があり、疑惑に満ちた視線が交わされ、猛然と否定の声が飛び交います。ナポレオンとピルキントンが同時にスペードのエースを出したということでした。もう豚と人間の見分けはつかなくなっていました。補足です。スターリンは世界革命の考えを廃して一国社会主義を提唱します。同時に権謀術数に長けた外交手腕があったことも動物農場の中で政治的な駆け引きに見られます。五カ年計画や大農場の失敗、自身の強い猜疑心の中、大粛清を経て共産主義国家を確立します。最後に本作品のメッセージと感想をお話しします。独裁を止めるタイミング。独裁へ移行する気配は7つの戒律を定めた後にすぐやってきました。それはリンゴとミルクを豚たちが頭を使う仕事で栄養が必要だからと言って独占する場面です。しかし他の動物たちは何かおかしい、どこか変だと分かっていても何も言えなかったのです。これが決定的瞬間だというのです。もともと動物たちはそれぞれの読み書き理解の能力がバラバラです。ロバのベンジャミンは全てを分かっているのに抗議をせずに冷笑的です。また勇敢で愛すべきオス馬のボクサーの理想郷の幻滅が痛々しい。純朴すぎるのか、結果的にはナポレオンを強く支持する側にいて、そして利用されて終わるのです。このあたりはやはり問題ですよね。だからといって止めることができたかどうかは微妙なところですが、スクイーラーは言葉巧みでプロパガンダをする外交担当のようだし、羊たちはめいめいとうるさく、そして犬はとても怖い。ナポレオンの指示のもと彼らはいかようにも動くことでしょう。しかしここで何も行動しなかった結果として、全ての動物は平等である、だが一部の動物は他よりもっと平等である、という特権階級が誕生するのです。そしてピルキントンが、こちらにもこちらなりの仮想階級がおりますからな、と皮肉たっぷりに言う。資本主義社会の実態、イギリスもまた階級社会です。こうなると盗作的で的確な判断能力さえ失ってしまいます。つまり共産主義であれ資本主義であれ同じような構造だということになる。そして
次元は違うが、現代のリベラル色の強さが全体主義的なことと似通っています。独裁を止める力。この作品は1945年に出版されており、出版時の苦労をオーウェルが序文案に報道の自由として寄せている。そこには物を言いづらい雰囲気があったことが記されている。当時のソ連は連合国の一員であり、英国も独ソ戦線におけるソ連の貢献や当時社会主義を称賛する知識層も多く、共産主義の実態が黙殺されてきたというのです。国家や大手のマスコミには期待していないが、知識層の臆病さをオーエルは指摘しています。逆に言えば国家やマスコミに隷属する自称知識人の臆病さです。この作品は今から80年も前です。第二次世界大戦当時、また戦後すぐの状況下を鑑みれば、検閲や自粛があっても現代の感覚では驚かない。しかし現在になって言えることもある。当時のファシズムとコミュニズムは個人独裁によって恐怖政治に陥れる点ではほぼ同じである。つまり個人の全体主義によって一般の人々の自由な権利が奪われている状態は言葉の定義を問わず同じです。もちろん大虐殺など論外です。少し妄想を地味ますが、ルールを解釈で変える、あるいは新たなルールを追加する、行き過ぎればこれは改ざんと同じこと。また正義の名のもとに異教徒や異民族が武力によって一方的に排除される、これは虐殺そのものではないのか。自己利益だけを追求し嘘ばかりつく政治家や戦争や、そこに加担する投資家や企業、そして臆病で理に悟いだけの自称知識人、社会主義であれ民主主義であれ全体主義に転落する可能性は大いにあるのです。作品発表から80年後の現在、グローバリズムという全体主義によって個人の自由や権利が脅かされており、正義を伝えないメディアの凋落ぶりに目を覆う。ジョージ・オーウェルは社会主義者である。この作品の教訓は、革命が大きな改善を実現するのは大衆が目を開いて指導者たちが仕事を終えたら、そいつらをきちんと始末する方法を理解している場合だけだと言っている。やはり理想は大切だと思う。現実がダメだから社会主義は認めないというのであれば、現実がダメだから民主主義は認めないというのと同じである。本来より良い社会とは双方のバランスの上にあるのではないか。もしかしてこの日本って動物農場じゃないですよね。不正を糾弾することこそが全体主義に立ち向かう姿勢となる。勇気ある知識人と良識ある民衆が連携し、行き過ぎた権力と対立する構図こそが重要なのだろう。以上、動物農場でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。